ってことでここまでが研修でも早速レジ立ってもらうんやけど、うちのカフェがダゴお客さんを伝えだけど、まあ迅速かつ丁寧な接客してほしいっていうのと、今大学2年やね。いやね、うちのお店ね繁華街だけん結構大学の友達とか来ると思うけど、講師今度だけ絶対せんして。オッケー。じゃあ早速これ手本見せるけんね、その後何回かやったらもうやってもらうけんね。オッケー。次のお客様どうぞ。ねえ姉ちゃん、ちょ今新人教育しよっけん、マジ今日話せんけん。家族だけんって普通にそういうのせんけん。あーお疲れっす先輩、髪ダボにやっとっすね、やば。最近めっちゃいますね。え、ダボ嬉しいっすな。注文なんねん。あー、わかったわかった、注文お願いします。水ワン、水道水で OK っす。いけ先輩、うちの店来るの初めてですか。あ、やっぱそうっすね。あ、いや、そんな綺麗じゃない、その先輩から比べても鶏小屋みたいな感じなんで、全然注文どけにします。あの、一応これが新作になってます。たくやくんが好きなのですか。いや、たくやくんが好きなのメニューっていうのも普通に目の前におるあ、ドリップス、これがはい、俺がこれいつも飲むやつです。これで、あ、OK です。シロップつけます。あ、OK です。で、この後どっか行くんですか、姉ちゃん。あ、帰るんですね。あ、そうか、今日姉ちゃんバイトだっけ。でも外今ハロウィンで人多いけど危なくないですか。怖いっすね、どうせ。あー、いやでもまあなんか裏の人少ない道とって帰ったりとか、まあ途中からタクシーとか乗ったら全然か。え、帰りましょう。はい、全然いいっすね。今日終わりっす、俺終わったっす今。あ、一日くらい大丈夫っす、先輩守るんで行きましょう。一人ごとなのに